皆さんこんにちは。立命館アジア太平洋大学3回生の草野雄太郎です。私はずっと9年間ちっちゃい頃から3歳の頃からアメリカで育ちました。それで今回、日本で実際自分が体験したカルチャーショックについて少しお話をしたいなと思います。じゃまず一つ目からいきます。はい、APU に来て一番のカルチャーショックは宗教の問題です。というのは、自分が実際 AP ハウスに住んでいる時、また学校での休憩時間でよく見る光景なんですけども、ここを実際今見てもらうと分かるんですけども、お昼時間とか、まあその宗教の違いにもよりますけど、ここで実際何人かが自分が向かないといけない方向に向かってお祈りをしている光景がよく見ます。よく見えます。で、自分の AP ハウス、大学の寮の時のシェアメイトの友達も宗教の問題があって、毎朝4時半から5時の間一人で大声出してました。というのは、全然ふざけてるわけでもなく、僕を起こそうっていうわけでもなく、行為ではなく、ちゃんと自分が信じてる宗教にそういう敬意を払ってる。うまく言えないんですけども、そういうことを実際されている学生がこの学校にいると思うとすごいなと思いました。最初は本当に入学して大学の寮に入って、こいつ何なんだろうな、僕のこと嫌って本当に起こしたいのかなと思ってたんですけども、よくよく聞くと、もう宗教的な問題でお祈りをしないといけないっていうのを聞いたんで、そこはまあ仕方ないなと思って、まあ受け入れることができました。ハロー、パート2いきます。今度は APU に来て天候に関してのカルチャーショックについてお話をします。まず、まあ、皆さんお分かりのように梅雨の時期があるんですけども、 APU は広いです。というと、傘の大量な購入と大量な消費、もう一日で使い切っちゃうぐらいの風の強さ、霧の凄さに僕らは毎年やられています。でも、ゴミ箱とかどのゴミ箱も見ても分かるように、壊れてる傘がいっぱい刺さっています。あとは夏、ものすごく暑いです。山の上に大学があるからかもしれませんが、とても暑いです。呼吸しづらいです。もう一日のやる気をなくさせるようなぐらい暑いです。あと、もう一つ言うと冬ですね。今この時期とても寒いです。もうヒートテックを3枚4枚着てもこれ大丈夫なのかっていうぐらい寒いです。原付とかバイクを乗って毎日登校してくる学生さんも本当に死ぬものぐらい毎朝登校してるっていうことを僕は聞いたことがあります。実際バスに来ても寒いんですよ。で、学校もところどころ暖房ついてないとこもあるし、そんな感じですね。 APU はもう本当に夏冬そして梅雨の時、もう僕らは自然なので相手はどうしようもできないですけども、もう天候の変化がすごくよくあるんで、それが僕が一番感じたカルチャーショックではないんですけども、 APU ショックですね。以上です。それに対して何か対策とか、それに対して対策は、雨の3年間
ひどい日に通ってるんで、うん、分かるんですけど、雨の日は、うん、傘どうすんの、壊れるじゃん。傘は確かに壊れます。確かに傘は何本1日買っても壊れます、うん、なので傘は差しません。最高何本買った1日で。最高1日で3本買ったことがあります。本当に。それは大学行く前にコンビニで1本買って壊れて、うん、ここに来て2本目は大学の生協で買って壊れて、うん、それ3本目は友達のを借りて壊れました。なので基本雨の日は傘をささないでフードをかぶるようにしてます。はいはい。しんちゃーお3つ目です。3つ目に関しては APU に来て食べ物カフェテリアで自分が感じたカルチャーショックについてです。1つ目には合計2つあげます。1つ目は自分のインドネシアの友達、僕は1年生の子だったんですけども、インドネシアの友達がいて、とにかくインドネシア人って辛いものが好きなんですよ。でインドネシアの料理っていうのがあんまり APU になくて、 APU のカフェテリアに置いてなくて、もうどのご飯にもどのおかずにも唐辛子をパパーってかけちゃう学生がいるんです。実際自分の唐辛子です。自分の友達もいますし、マイ唐辛子？マイ唐辛子はいないです。マイ唐辛子はいないですけど、置いてある唐辛子をかけて、一味とか、はい、一味です、はいはい、あと最近柚子胡椒が置いてあるんですね。カフェテリアに柚子胡椒とからしが置いてあるんですけども、それをつけて、もう白いご飯につけてかけたりする学生が僕の友達でいるっていうのにとてもショックを感じ、ショックっていうかびっくりしました。あと2つ目にはそのこれも同じ宗教の話なんですけども、食べれない制限されている学生がいるんですよ。鶏肉食べれない、豚肉食べれないとか、まあいろいろいるんですけども、その学生用に工夫されたハラルのおかずがちゃんと APU のカフェテリアに置いてあることがとても、これもショックじゃないですけども、まあ、びっくり、いい意味でっていうのを感じました。で、これをどう、なんて言うんでしたか、どう対処したかっていうと、とりあえずそのハラルの料理はまあ宗教的に仕方がないかなと思ってすんなり対処できたんですけども、どうしてもそのインドネシアの友達の食べ方には納得できず、どうしたの、どう理解したの。僕は理解できないまま今至ります、うん、なのでこれから先も理解しようとは思わない。これから先は辛いものが好きっていう人種なんだなと思って接していけば多分乗り越えていけると思います。ちなみに辛いものは、はい、辛いものは大好きです。辛いものは好きですけども、うん、白飯に一味とか唐辛子をパパパーってかけて食べることはできません、うんうん、はい、以上です。はい、はい、4つ目です。すいません、何度も出てしまって。同じ草野です。4つ目には、日本人の性格について話したいんですけども、実は自分最初の方にも言ったと思うんですけども、ずっとアメリカの方に住んでいまして、全然日本人と関わる時間がありませんでした。それで、初めて日本に帰ってきたのが12歳の時で、その時に一番初めてわっすごいなと思ったのが、時間と、特に時間ですね、時間に対して約束を絶対守る、オンタイムに来る、時間を絶対守るっていうのに関してものすごくびっくりしました。っていうのは結構アメリカ人っていうのはまあ大雑把で時間にルーズな人が多いんですよ。けど日本に帰ってきて、さあ友達と遊ぼうっていう時に、ちょっと僕が、まあ、10分15分はいいだろうと思って遅刻したら、まあ置いていかれて、
もう家帰る、寂しい思いをしたことがありました。あとは授業中の態度にもとても感心しました。それは、結構アメリカで自由なんですね。いつどこ、どのタイミングでトイレ行っても自由、先生にもう手を挙げずに質問するのも結構自由な点があるんですけども、日本はもうとにかく先生に敬意をみんな払ってるなと個人的に思いました。何が質問があっても手を挙げるとか、トイレに行きたくてもちゃんと先生の許可を得るとか、そういうところが、ああ日本人すごいなと思いましたね。あとは勉強、それこそ勉強に対する姿勢もすごいし、勉強するときはする、しないときはしない。あと勉強を、自分が学んでること以外のエクストラワークを日本人はとことんやる人が多いなと思って、ちょっとびっくりしました。他に話すことはいっぱいあるんですけども、最後に話すとしたらやっぱ一番礼儀ですかね。その先輩後輩、もちろん体育会系だったらそうなんですけども、礼儀を知らないと、あ、日本では暮らしていけないなと思いました。先輩を立てる、立て前る、全然僕はまだそういうのについていけないので、あんまり大きいことは言えないんですけども、日本に帰ってきてすぐ先輩のこと、先輩っていう存在を知らず、目上の人にタメ口、適当な態度を取ってたらすごく怒られてしまって、なんだ俺はもう帰ってすぐ嫌われたのかと思って、最初はショックを受けたっていうか、もう、ああもう日本は僕やっていけないなと思ったんですけども、ちゃんとやっぱ日本人は先輩に対する態度、もちろん先輩も後輩に対する態度がしっかりできる国なんだなと思った点が、すごく個人的なカルチャーショックでした。アメリカはどっちかというとみんな仲いい、フレンドリーっていう感じなんで和気あいあいとしてるんですけども、日本の場合はそれじゃ通用しないなっていうのが分かりましたね。以上よ。はーい、最後に行きます。自分の母国の興味深い文化、風習、僕の場合結構それこそ前言ったんですけども、アメリカに住んでることがなかったんで、まずじゃあアメリカに行った時の、これはすごいな、こいつらはすごいなと思った点を少しお話しします、はい。アメリカ人は単刀直入に言うとぽっちゃりな人が多いです。ぽっちゃりっていうのは、まあ言ったらおデブさんでもなく、痩せてるスリムな方でもなく、ああちょっと食べ過ぎちゃったのねっていうぐらいの人が多いです、男女問わず。っていうのは食べる量も多いし、その食べるもののカロリーがものすごく高いものが多いです。例えばファストフードとかピザだったりハンバーグだったり、すごくカロリーが高いものを摂取しがちなのがアメリカ人のすごいところかなと思いました。ようこんなに食えるなととか言いつつ、僕もずっと食べてました、アメリカ人に。けど帰ってきて日本食の、 その健康に考えられてるものがたくさんあるなと思うところが、すごく興味深いというよりはすごいなと思った件です。あともう一つは、
アメリカでは家族を大事にする人が多いなと思いました。というのは、まあ、日本でももちろん母の日、父の日とかいろんな祝日がありますけど、アメリカはそれ以上にたくさんあります。で、家族で毎週集まってどっか出かけたり食事に行ったり、誕生日の日はそことみんなで、もうみんな家族全員が揃って親戚も揃ってお祝いしたり、あとちょうど今あのアメリカではサンクスギビングって言って、みんな親戚が全員揃ってね、1年間おめでとうみたいなっていうような食事会をするぐらい、家族愛をとても大切にする国だなと思いました。もちろん日本も家族愛を大切にする家族さんは多いと思いますし思いますけど、やっぱどうしてもアメリカと比べるとちょっとまあ悲しいかなと。親戚もそこまで集まるわけでもなく、家族身内で家族だけで集まったりすることが日本は多いかな。あと人前でお母さんにハグしたり、お父さんと握手したり、そういう行動を実際しない、まあしないというかできない、まあ日本の文化的な背景もありますけど、けどそこを堂々と自由にできるアメリカ人は本当に家族に対する愛もあるからこそできることだし、その点で言うとアメリカはすごいな。日本はちょっとまあ愛情があってもそれを行動に示せない恥ずかしがり屋さんが多いなと思った点が以上ですかね。はい。OK。 はい。